今夜の「ふしぎ発見」は白銀に輝くトルコカッパドキア。見えてきました、巨大な岩山。すごいな、あの上のノコギリみたいなギザギザした部分、これどこ、自然が作り出したとは思えないですよね。すごい。海岸線2キロにわたり連なるようにそびえる奇岩群。ここは青森県下北半島にある仏ヶ浦。夏はコバルトブルーの海岸に白く鋭い岩山が映える絶景スポットです。日本にあるんだこんなところ。まさに青森を代表する景勝地なんですけど、誰もいません。確かに。なぜだか分かりますか？そう、寒いからです。いや、そうですか。1月の吹雪の中、なぜここにやってきたかというと、あの世界遺産の雰囲気を味わいたかったから。本当は僕が行きたかった。そこはヨーロッパとアジアにまたがる文明の交差点、トルコ。その中央、アナトリア高原に位置するカッパドキアです。いいな。東京都よりも広大な地域で、夏は気温40度に達し、乾燥した大地が広がっていますが、冬のこの時期だけは一面雪に覆われ、全く別の顔を見せてくれます。そして今回、僕の代わりにミステリーハンターを務めてくれるのが、メルバー、こんばんは、現場のミネです。鈴木ミネさん、日本人の母とトルコ人の父を持つ、笑顔がチャーミングなコーディネーターさんです。雪が降った後のカッパドッキャは本当に綺麗ですよ。こんな姿はなかなか見れないんですよ。実はカッパドキアは冬にこそ行くべき世界遺産。それはこの不思議な景観が作られたのには雪が大きく関係していたからなんです。雪と奇岩の関係とは。さらに近年、カッパドキアでは新たな発見が。小高い丘の中に巨大な岩の町が見つかったんです。すごい。この場所は一体。そしてなんと日本にもカッパドキアを彷彿とさせる地下世界が。そこは東京からわずか1時間。普段はカメラが入ることのできない聖なる空間。一体誰が何のために作ったのか。今夜は地下世界を巡る冒険の旅。天にそびえる白銀のカッパドキア、蘇った巨大地下世界。トルコ最大の都市イスタンブールから飛行機でおよそ1時間、アナトリア高原に広がるカッパドキア。カッパドキアとはこの地方を指す地名です。ここで早朝から大人気のアクティビティがこれ。カッパドッキアに来たら絶対に外せないのは気球ツアー。しかも今日は雪があってスペシャルな日。急いでイスタンブールから飛んできました。なんかいつもミステリーハンターさんたちに下からバイバイした人だったんです。でも今日は初めて乗ってみます。あ、よかったです。ちょっと緊張してるけど頑張ります。現在トルコでは平日の日中なら外出が可能に。あ、なるほどね。カッパドキアにも観光客が戻り始めているそうです。うわ、そうか、結構飛んでる。行ってきます。やっやーい、寝つき無事に帰るように。大丈夫、大丈夫。どれぐらい上がるかな。あ、すごい。でも景色はすごい。これ見てください。あ、いいわいいわ、綺麗。なんかちょうどいい感じですね、雪の。そう、これは真っ白だと、まあ、いろんな形の岩が見えないと思いますよ。すごいいい、本当に今ドキドキしてます。実はカッパドキアは降雪量が少ない上に冬は強風の日が多く、気球ツアーがキャンセルになる日も多いのだとか。雪のカッパドキアを空から見られるのは
本当に貴重なんです。ラッキー。すごい、なんかこういう風に見るとなんかいろんな形の岩が一度に見えます。私の好きなお菓子があって、なんか日本に行くといつもそれを買うんですけど、キノコの山、それに似ているいろんな岩があって、おいしそう。僕はタケノコの里派です。どっちでもいいよもう。ところで皆さん、カッパドキアの不思議な岩たち、一体どうやって生まれたのかご存知ですか？太陽が雲の上に、こんな上がるんですね。あ、LGS 山、LGS 山、富士山のような姿、火山のエルジェス山です。実は奇岩の成り立ちにはこの山の噴火が大きく影響しているんです。数千万年前、この地で起きた噴火で大量の火山灰が降り積もり、それが凝灰岩の層になりました。そこに溶岩が飛び散り、長年の風雨により削られ、このような地形が誕生したと、これまでの定説を番組でも紹介してきましたが、その説はもう古いんです。実はあの上の岩は溶岩ではなかったんです。学者たちに支持されている新しい説、それはかつてカッパドキアには多くの湿地があり、そこに噴火で大量の火砕流が流れ込みました。この時湿地の水に触れた火山灰が化学反応で固くなり、その後の浸食により柔らかい部分が削られて、あの奇岩群が誕生したんです。キノコ岩が密集しているところはずっと昔池とか湿地帯だった場所です。さらにこの雪も奇岩の成り立ちに重要な役割が。雪が溶けて岩に染み込むと、再び凍った時に内部で膨張し亀裂が入ります。脆い岩は風化が早まり、あのような奇岩になったんです。この岩は脆い反面加工しやすいので、木材が少ないこの地方では掘って住居として利用されました。ミネさん、取材させてもらえるお家を見つけたようです。こんにちは。メルハファン、ホシケールデメス。お邪魔します。お邪魔しますわー、すごい、あったかいですねファトゥマさんはご先祖から代々受け継いできた岩をくり抜いたお家で暮らしています。岩のお家は断熱性が高く、夏も冬も快適に過ごせるの。それに岩を掘って作られた倉庫は自然の冷蔵庫、ものによっては6ヶ月も新鮮なままで保存できるの。人々の住居や倉庫として利用されてきたカッパドキアの奇岩群ですが、実は全く別の用途として利用されていた場所もあるんです。それはそう、教会。今でこそトルコは国民のほとんどがイスラム教徒ですが、かつてキリスト教が広く信仰され、カッパドキアにはこのような教会や修道院が1000以上あるんだそうです。その中に日本でまだ紹介されていない不思議な修道院があると聞き、ミネさんに撮影許可を取っていただきました。すごい、何これ。これ教会？なんかまっすぐ四角い。そこには真四角に掘られた不思議な空間が。壁の高さはおよそ15メートル、ビル5階ほどの高さです。なぜ岩の中に、しかもこんな形に作られたのでしょう。教えてくださるのは地元考古学者のヤークップ・ウンルレルさん。ここはギュムシュレール修道院と呼ばれている場所です。まずはあの壁をご覧ください。
あれは11世紀頃に使われていた丸太十字の装飾です。丸太十字とは聖地エルサレムを目指した十字軍が用いたシンボル。11世紀、この地はキリスト教とイスラム教の勢力争いの最前線だった場所。イスラム教徒から身を隠しながらキリスト教を布教するために崖の中に修道院が作られたそうです。しかも出土品から子供たちも多くいたことが分かり、ここは修道院としてだけでなく進学校の役割もあったようです。ここで学び暮らす子どもたちのために部屋に外光が入るよう四角い中庭が作られたと考えられています。実はこの修道院、カッパドキアの主要な観光ルートからは外れているため、その存在はほとんど知られていません。そう聞くとがぜん行きたくなりませんか？僕は行きたい。見どころはまだあります。すごい、本当に綺麗、綺麗ね。すごい、フレスコが本当に綺麗に残ってます。これは聖書の内容を描いたフレスコ画です。一番聞きたいのが、なんでこんなに綺麗に残ってるんですか？実はこの地区では近代までキリスト教徒の方々が暮らしており、ここを教会として利用し大切にしていたからです。またここにはイスラム教徒の方々も住んでいます。歴史的に争いはあったかもしれませんが、その後はお互いの宗教に敬意を払うことで共存していたのです。ああ、いいことですね。不思議な岩が天に向かってそびえるカッパドキア。でも最大のミステリーはこの地下にあるのです。カッパドキアには至る所に広大な地下空間が作られており、中にはすごい地下8階まである巨大地下都市も存在します。その目的は戦争が起きた時の避難場所と言われています。大小合わせるとその数およそ250。さらに近年、これらの地下都市とはまるで違う巨大地下空間が発見されました。それがこちら。ここも広い、すごい。丘一面に開けられたいくつもの穴、その数およそ1200。その姿からトルコ語で岩の町カヤシェヒルと名付けられました。カヤシェヒルがあるのはカッパドキアの中心都市ネブシェヒルの丘の一角。実はここ以前は丘一面にずらっと住居が立ち並んでいたんです。それが2014年、都市再開発プロジェクトで住居の撤去を始めたところ、あっちでもこっちでも謎の地下空間が見つかったんです。最近一般公開されたばかりの謎の遺跡、これも峰さんが取材交渉してくれました。すごい、峰さんお願いします。あ、広い広い。あ、面白い、いろんなものが。ここは避難場所として作られた他の地下都市ではほとんど見られなかった日用品が多く出土しました。そのことから避難場所というより居住空間として利用されていたことが分かります。住んでたんですね。地下生活で必須になるランプのオイルもカヤシャヒル内で大量に生産されていました。ここが住居として使われ始めたのは6世紀頃から。他の地下都市のように下へ広がっていくのではなく、斜面に沿って徐々に掘り進められいくつもの部屋が作られたんだそうです。これも他の地下都市では見られないものです。近くにある泉から水を引いた土管なんです。
岩の中で暮らすために地下に水道を通していたんです。ここまで整えられた地下空間はカッパドキアでも類を見ません。ではこの地下都市が作られた目的とは？それを知る手がかりがありました。ここはハヤシェヒルで最も広い空間で馬小屋として利用されていました。奥行きは36メートル。なんと100頭近い馬をつないでいたんだとか。実はこの地は東西を行き交うキャラバン隊の中継地点として栄えていたんです。カヤシェヒルはこの地に暮らす人々の住居としてだけではなく、キャラバン隊の宿としても利用されていたといいます。この岩の町は多くの人が行き交い暮らしていた賑やかな場所でした。ここを巡れば当時の人たちの息遣いを感じられるカッパドキアの中でも貴重な地下世界なんです。確かに、ヨーロッパとアジアにまたがるトルコ、ここには様々な文明が行き交っていました。この後はそんなトルコで生まれたユニークな文明とトルコが誇る絶景世界遺産、東西文明の十字路トルコ。ここでは様々な文明が育まれてきました。それはいかなる文明だったか、ここからは僕がトルコの世界遺産に関連する文明の数々をご紹介します。急に題して、世界遺産検定1級中山プレゼンツ、そうだったのか、トルコの文明遺産。まずはじゃないんですから。荒野を見下ろす巨大人面像、それはダダン、世界遺産ネムルトダー。アナトリア高原東部ネムルト山の頂上に立ち並ぶ十数体の巨大な石像、紀元前1世紀頃に栄えたコンマゲネ王国の神殿です。ここアナトリア高原は西はローマ、東はペルシャと大国に挟まれ戦争が絶えない場所でした。そのためコンマゲネ国王アンティオコス1世は、父方の祖先はペルシャ王、母方の祖先はアレクサンドロス大王だと名乗り、東西の神々をネムルト山に祀りました。平和のために東西文明を融合させようとして作られたのが世界遺産ネムルトダーなんです。続いてはこちら、ローマ帝国純白の棚田、それは世界遺産の温泉パムッカレ。何段も続く純白の石灰棚が美しい世界遺産パムッカレ。日中はもちろんですが、日が沈む夕方もまた格別なんです。ちなみにパムッカレとは綿の宮殿という意味。ぜひともこの宮殿に入ってみたいんですが、ここは保護すべき世界遺産なので入ることはできません。どうしても入りたい方はパムッカレの源泉にあるパムッカレ温泉へ。大人気。しかもこの温泉には古代の神殿で使われる柱のようなものがゴロゴロと沈んでいます。実はこの柱、本物の古代ローマ遺跡の一部なんです。すごい。アナトリア地方はかつてローマ帝国に支配されていました。歴代のローマ皇帝たちは市民からの支持を得るため、人々の最大の娯楽だった公衆浴場をこの地にも建造したんです。温泉と遺跡を両方楽しめるなんて、いつか行ってみたいですね。最後はこちら、トルコの仮面舞踏会。それがででん、こんな仮面がたくさんあるユキヤ文明の遺跡ミュラ。まだ世界遺産にはなっていませんが、僕は今後世界遺産になると睨んでいる遺跡です。ユキヤは高い海洋技術を持ち交易で栄えた文明、そのため
未来遺跡は他の国々の影響が見て取れます。ここにある円形劇場は古代ローマの影響、そして上演されたのは古代ギリシャから入ってきた仮面劇、リュキア文明が残したもので、他にも興味深いのはこちら。何かわかりますか？これ実はお墓なんです。もともとここは小高い丘の上にあったんですが、度重なる地震の影響で海の中に沈んでしまい、お墓だけがポツンと残ったんです。リュキア文明では魂が天国に登れるように高い場所にお墓を作る習慣があり、未来遺跡のすぐそばにも崖一面に岩窟壺があります。ここまで密集してずらっと上下に並んでいると、お墓のアパートみたいで、ちょっと入居したくないですか？どれもユニークかつバラエティ豊か、それこそがですね、トルコの多様な文明を物語っているんです。以上、トルコの文明遺産でした。カッパドキア地方にいくつもある地下空間、そこには現代の私たちから見ても驚きのテクノロジーが使われているんです。テクノロジー、その地下構造について長年調査している方が静岡県にいるということで、今回リモート取材させていただきました。あら、外国の方ですか？なんと、こんにちは。中山です、よろしくお願いします。İsmim Ömer Aydan, Türkiye'nin Ege bölgesinde, İzmir bölgesinde doğdum. Yaklaşık 39 sene Japonya'dayım. Bugün sizlere... こちらのチャーミングな方はアイダン・オメル先生。定期的にカッパドキアに赴き調査を行ってきた地下構造の第一人者。アイダン先生が注目している場所、それは地下にですね、超高層ビルに近いようなものもカッパドキアに見られる。一応スライドの方でですね、見えますかね。スライドで今5番になると思うんですけれども、はい、え、何ですかこれ？それはめったに見ることができない地下構造の断面。カッパドキアのとある小さな村で崖崩れが起き、地下居住区の内部構造があらわに。この写真からカッパドキアの地下空間を作った人々の高い技術力が見て取れるといいます。我々も岩盤力学、岩盤工学の専門家として、岩盤に存在する亀裂とか断層とかそういうところですごく意識するんですね。で、この過去の人たち全く同じ考え方を持ってて、例えばこの地下都市のこれ斜めに見えてるのはですね、こう亀裂という断層というもので、それを避けるために、この部分ができるだけ掘らないように、今も同じことをやります。過去にもこういう人たちがやっているということで、専門家としてすごく先輩方にすごく尊敬してます。分かってた。他にも上の階の重みで部屋が崩れないよう、下の階に行くほど床や天井を厚くしたり、太い柱の下には空間を作らないなど、この断面から岩盤工学の理論に基づき地下を掘っていたことが伺えるといいます。その時代からすげどこに残地を残す、どこにどのぐらいの厚みにするのかとかですね、そういうものも考えただろうと思います。そこまでやれるっていうのはなんかものすごい分厚いノウハウがないとできないですよね。もちろんもちろん、カッパドキアの大問題が、そのこう文字で記載されたものがなかなかないの で、 で今の知識を使って過去どうだったかみたいなことを今、探してるようなそういう意味にはロマンを感じ、ロマンを感じますよね興味がつきませんね。ますますカッパドキアに行きたくなりました。なんとカッパドキアのような地下世界が日本にもありました。これだよ。すごい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 。そこは
本来カメラが入ることは許されない聖なる空間。神奈川県横浜市にある常泉寺、ここにタヤの洞窟と呼ばれる地下世界が広がっているといいます。これすごいんです。ある方はこのタヤの洞窟のことを地底伽藍と称する方もいらっしゃいます。伽藍と言いますと、はい、金堂があったり塔等があったりそのようないろいろな施設がお寺の境内に一度広がっていくわけなんですけれども、それがこのタヤの洞窟というのは地中の中にあるということ。境内の一角、丘の斜面に開いた横穴、ここがその入り口です。どんな場所なんでしょうか。行ってみましょう。タヤの洞窟は密教の修行場として使われてきた神聖な場所。本来なら撮影は禁止のところ、今回特別な許可をいただきました。ありがとうございます。思ったよりあったかいですね。ちょっとこうジメッとした感じがあります。お、入ってすぐに獅子の姿が彫られてます。ものすごい躍動感がある。洞窟の壁には至る所に仏教にまつわる装飾が。ここは鎌倉時代から江戸時代にかけ修行僧が断続的に掘り進めてきた人工の洞窟です。その内部は想像以上に複雑。これはどっちだ。迷いますね本当に。これまっすぐでいいんですかね。いろんなところに分かれ道があって、これどこまで続いてるんですかね。あ、ずっと地下迷宮ですよ。ここはすごい奥まで。ずっと先に光が、今自分がどこにいるのか分からないです。洞窟の総延長はなんと580メートル。上中下の複雑な三層構造になっており、修行僧たちはのみだけで掘り進んだと言われています。詳しいお話をしてくださるのは、お坊さんがいっぱいお経を唱えながら一本一本掘っていったってことなんですね。タヤの洞窟保存委員会の田村さん。洞窟の修復や調査を行い、また保護活動の一環として地元小学校でその歴史を伝え、この場所を未来に残そうと活動しているタヤ洞窟の第一人者。田村さんが案内してくれたのは広い空間だ。うわー、これはすごい。二段仏様がいて、で天井には龍が描かれてます。いやこれはものすごい迫力ですね。うわー、ここはタヤの洞窟で最も広い部屋。修行僧はお経を唱えながら掘り、自ら刻んだ仏像に囲まれながら座禅を組み修行したと言われています。田村さんが特に見てほしいというのが床に開けられた穴。下の通路から月の形をわざわざ作って穴開けて通風口にしてるんですね、これをわざわざ月の形にしてるのが憎い話なんですよ。実は下から覗くと月の形の中に龍がいるわけです。素敵。実際に下の通路に行ってみると、で、見えるか。ここだ。まさに龍が綺麗に入るでしょ。綺麗に入ってます。いやー、これは天を見上げるとそこには勇ましい龍の姿が、圧巻ですよ。田村さんはこの通風口は高い技術力の証だと言います。この下の通路はこうやって、ま、曲がってスロープみたいな感じで曲がってんですよ、この曲がってんのを中で当ててんんですよ、ここだっつって。偶然とは思えないですよね。ちゃんと計算されてんの。下からこの空間につながってるって普通分からないですよね、相当な測量能力です、これは。かつてこの洞窟を掘った人々は床や天井の位置、地上までの距離など正確に把握し、さまざまな空間を掘っていったというのです。さらに
ここを掘るのには想像を超える過酷さがあったとか。とここ見てもらうと白いのが見えますよね。白いのが なんかいくつか見えますね。これ貝ですね。こんなにたくさん。本当だ、いっぱいあります。ここの地層っていうのは大昔海底だったのが隆起して、ね、で削られて隆起してっていうのを繰り返してきてる海成層由来の地質です。だからこれは土に近い。土、うん、え岩じゃないんですか。そうですね、岩ではない。土だったら脆くてなんか崩れ落ちそうなイメージですけど、うん、ここの土って湿気でギュッと圧密された状態だと鉄のパイプとか打てないぐらい硬い。そんな硬い地層をのみで掘り進めたなんてすごすぎます。ここのタヤの洞窟の正式名称はタヤ山ユガ洞と言います。ユガ洞。ユガ洞。ユガとはサンスクリット語でヨガ、結びつけるという意味があります。暗闇の中、硬く削りにくい壁を掘りながら仏様につながろうとしたのではないでしょうか。信仰のために掘られた地下洞窟、実はカッパドキアの地下都市の中にも信仰によって作られた場所が。それはデリンクユ地下都市の最下層にある教会。避難場所というためだけでなく、静寂を求めて修道士たちが深く掘り進めたという説も。そこで神と対話したのかもしれません。日本とトルコ、信仰の形は違えど共通のものを感じました。